やったーわ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 ツイステッドワンダーランド。待って、加入した時のボイスはね、加入は間違えた。なんか動いてる。私まで動い、ちょっと待って、いや消えることは絶対にないんだけど、加入した時のボイスは、ああ実験材料そんなに無駄にして、ちょっと待って、ちょっと耳動いてる。ちょっと待って、いる。よかった。これどうやってカード選ぶんだっけ？これ、あ、ここ。はあ、ちょっと待ってね。でもさ、あの時の気持ちはもう帰ってこないんだよ。レオナさんが弾けたって言ってさ、喜んでさ、こんにちはレオナさんって言ってさ、レオナさんが初めて喋りかけてくるっていう感動はもうないんだよ。これはあくまで一度使い果たされたレオナさんなんだよ。もう私は見たはずのものをもう一回初めましてのつもりで見なきゃいけないんだよ。初めましてはできなかったのに、ここでは私が初めましてしていた時の記憶が残っているんだよ。このレオナさんは誰のものなんだろう。このレオナさんは誰に初めましてをしているんだろう。ファッションショーね、俺の出演料は高いぜ。覚悟しておけよ。わあ、顔がいいな。すごい、かわいいな。でもレオナさん、さっき私の前でこれやったんでしょ。レオナさん、私たちの運命って何だったんだろう。レオナさん、悲しいよ私。なんでこの俺が妖精の真似事なんてしなきゃなんねんな。さっさと終わらせるぞ。それ私に言ったの何回目？これ私に言ったの何回目ですか？2回目ですか？私が聞くの初めてなんですけど、初めて聞いたんですけど、レオナさんは私がいない空間に向かってこれを喋り続けてたんですね。悲しいですね。まあ気を取り直して、いやレオナさん来た、やった、めっちゃ嬉しい。レオナさん
来たもん。ちょ、ラギ君帰って、ラギ君帰って、ラギ君帰って。え、レオナさん来た、嬉しい。レオナさん、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 妖精ってのは案外競争心が激しいらしい。それに嫉妬深いやつも多いとか。はこれ絶対マルウスじゃん。面倒な生き物。え、これマルウスじゃん。え、まあ、でもスクショするのが怖い。スクショすると落ちるんじゃないかという。スクショするとアプリが落ちるって初めて知ったよね、グンド。俺、レオナさんミュート消した。かわいいね、レオナさんね、ミュート消したのよね。私がこっち聞いてないのに喋ってたのから、かわいいね。え、かわいい。